今回は東北大石の量子力学の問題です。問題文がポテンシャル VX の一次元形を考える。具体的には X が負の時に0、X が正の時に V0、このようなポテンシャルを考えます。で、エネルギー E プラスを持った質量 M の粒子が X が負の側から正の側向けて入社している状況を考える。この粒子の波動関数 ψ は時間に依存してないシリリンが方程式に従う。で、まあちょっと飛ばして、入射波の波動関数はまず、 ちょっと消えてますが、プサイのインが A のエクスポネーシャル IK1X とかけポテンシャルによって波動関数に反射波が生じるまずは V0 が E よりも大きい場合について考える1番 X が負の領域の波動関数と X が正の領域の波動関数はどのような関数形になるか、まあ、えっと問題文では、えー、この波動関数の中から選べという問題ですと でまあえー、と問題文に変えてくれてますが、まず x が負のえっは、えー、と入射波の部分と、ポテンシャルによる反射波の部分がありますので、えー、問題文でいう、えー、b1 になりますかね。まあ、具体的には、エクスポネンシャルの iK1x と、エクスポネンシャルのマイナスの iK2x。まあ、理由としてはもちろん入射波と反射波で。2の領域では、つまり x が正の領域では、 え今回の場合は V0 の方が大きいですので、えー、波動関数は減衰する形となります。よってエクスポネンシャルな形としてはマイナスの K3X マイナスがつく形になりますので、まあ、答えとしては、えー、D2 ですかね。一応書いておくとこっちが B1 でこっちが D2 っていう形になると思います。 で問いには、えー、問い1の答えの中の k1、k2、k3 について求める。これはシリリンが方程式を x が負の場合、正の場合について縦でててやると,、えー、と、負の場合はポテンシャルが0でありますので、このような式になる。よって K、k1、k2 っていうのは1番分のルート 2me。で、マイナスがついてますので、エクスポネーシャルの i、kx という形になると思います。x が正の場合はこのような形になりまして、で、今回 v0 の方が大きいですので、この部分はプラスとなります。 よって K3 の形はこのような式になりまして、まあ、解としてはこのような形になると思います。で次に3番が、この波動関数が x イコール0で満たすべき境界条件は伸びるまあこれも大丈夫だと思いますが、えー、と波動関数およびその1回微分が同関数が同じである、まあ、連続であるってことを言えればよい,いことになりますで。それぞれについて代入して整理すると、このような係数の式が得られると思います。 はい、続いて4番が A=1 とし、k 1 k 2 k 3を B と C を用いて表せという問題ですでまずは A=1 の場合なのでこのような式になりますでまあちょっと飛ばしましたがこの連立方程式を B 及び C について解いてやるとそれぞれこのような形になると思いますで次に E を一定に保ったまま V0 を正から笛と連続的に変化させる で5番は E が V0 よりも大きい場合について、波動関数 Psi1、Psi2 の関数形をまた選択肢から選び、理由とともに答え合って問題です。えー、と今回は、えー、と E の方が V0 より大きいですので、まあ、えっ、ー、と、境界値では同じですが、境界2の部分が異なりますね。今回 E の方が大きいですので、同、え、化、ー、波が生じます。ということで、エク p o n e n t i a l の IK3X が答えになります。 答えとしてはなので A2 が答えになりますかね。A2 このまま、これは B2。すみません、B1 ですね。6番は入社波の確率流密度自衛因を求めよう。ここでも A 以降を理とし、また K1 を用いた形に式をまとめようと問題です、まあえーと。問題文で確率,入確率流密度の式すね、すみません、えーと。このような形で与えられていますので、 で入社波の波動関数は A イコール1の場合、このような形でしたので、まあ、代入するだけで大丈夫です。計算すると、このような式になると思います。はい。で最後の7番が、反射波の確率流密度を J のリフ、まあ、リフレクションですかね。で反射率 R の V0 依存性の外形として最も適切なものを選択肢から選べという問題です。まあ、なので、R を式にすればいいってことなので、 で今回は、えー、V0 を変化させてますので、まあ、ちょっとここにも書いてますが E が V0 よりもちっちゃい場合で V0 がどんどんちっちゃくするとこの V と E0 の関係が逆転しますなのでそれぞれの場合について、まあ、波動関数が異なりますので、えー、と R を求めたいと思いますということでまずは、えー、と0すみません E が V0 よりもちっちゃい場合について考えたいと思いますここで、えー、と E が V0 よりもちっちゃい場合は、まあ、波動関数の形は同じですが え反射の波動関数はこのような式ですので、同様にこちら計算しますと、このような式になります。ここでこの B の部分ですね。B の部分については、えと、この E が V0 よりもちっちゃい場合については、この3番かなすいません、4番ですね。4番の目求めた式と同じでありますので、この B を事乗すればいいことになります。まあ、事情といっても絶対値の事情なので、そこは注意なのですが、なので B の絶対値の事情は、 K1 の事情プラス K3 の事情、K1 の事情プラス K3 の事情ってことなので、答えは1になります。よってこの B の絶対値の事情は1でありますので、このような式になります。したがって E が V0 よりもちっちゃい場合は、反射率ってのはこれ割るこれですので、マイナスは絶対値で外れますので、R は1になります。 続いては、えー、E が V0 よりも大きい合について考えたいと思います。でこの条件の時は、えー、B と C の係数をまず求めてませんので先に求めたいと思います、えー。同じように解析続、境界状況を用いて、えー、係数を、えー、求めますとこのような式になると思います。まあ変わる部分としてはこの Psi2、境界人の波動関数が、えー、E が V0 よりも小さい場合はエクスポーネンシャルのあすみません、K3X ですが この条件のときは、エクスポネンシャルの iK3X 等価波となりますね。はい。ということで、B と C はこのような式になりまして、よって反射率を求めますと、まあ、反射率は先ほど求めた、えーと、どれかな、この式ですかね。えー、反射波は変わりませんので、形が変わらないので、えー、答えとしてはこのような形になります。よって、この B への絶対値の事情のみが変わりますので、 B の絶対値の需要について求めますと、まあ、ただこれを事情するだけで K1K3 については、まあ、書かなくても大丈夫だと思いますが 2ME および H1 の 2ME-V0 でありますので,でこれを代入して整理するとこのような式になりますよってあとはこの R イコールこのような式が求まりましたので V0 について依存性を求めれば大丈夫になります V0 の依存性を求めていきたいと思いますがまずは R の式はこのような形になりまして、まあ、ちょっとめんどくさいので2分の V0 を x と置いてやりますとこのような式になるで x で微分してやりますとこのような形になります、まあ、計算してみてくださいで計算するとこのような形になりましてまずは x はすみませんこのルートの形から 1-x は0より大きいことが分かります、まあ、0以上でもいいですか すると、えー、x っていうのは1よりもちっちゃいことが分かります。はい、で続いては、えー、この部分ですね、この r' が0になる場合について考えますが、0になる場合は、えー、1 √ルート1 x が0になればいいですので、よって答えとしては0となります。よって増減表を例えば書いてありますと、えー、xr' を r とかしてやりますと、 えー、x が1と0ですかねで x が0の場合は、えー、代入すると、えー、0になりますので0ロですかねで1の場合は一の場合はちょっとこっちはあれですがこっちに代入すると0で0なので1ですかねであとはプラスマイナスについては まあ例えばマイナス2とか代入すると、まあ、ここはルート3になってここもルート3でここは3乗で、まあ、プラスプラスでここはマイナスになりますのでたここはマイナスで逆に0.5とか代入すると、えー、0.5のルートとかなりますので、まあ、プラスになると思いますよって下がって上がる形ですかねということでグラフを外形を図示してやりますと V0 分の E としてやりますとまずはえっ、ー、と下がって上がるような形ですので下がってで0が最小値でここを1とするとここで上がってなりますかねこれは、えー、V0 が E よりもあすいません E が V0 よりも大きい場合で えー、この条件の時は r は先ほど求めた1でありましたので、はい、このような形になると思います。なので、えー、と答えとしては、えー、と d ですかね答えは d になると思います。はいということで今回は東北大院士の問題についてでした。 まあそこまで難しくないと思いますのでよければ解いてみてください今回は以上になります